はい、どうもアンダーソンです。前回ね、バッドエンドの方に進んでしまったので、今度はね、グッドエンドを目指してですね、屋敷のね方に向かう途中のところからちょっと始めようと思います。前半はね、だいぶカットしていこうと思いますので、あまり長くない動画になるんではないかと思いますが、よろしくお願いいたします。今度こそ事件を解決するぜ。ケツホールの魔人ジーニーの名にかけてな。何にかけて？良さそうな車だな。前回も言ったねカーナビがついてる車なんて持ったことがないですからね。アミが今引き島を復刻させたのは、復員していなかった夫のためだったの。戦争で身も心も傷ついた夫を癒してあげたかったんでしょうね。この辺りの話はね、もうそれでもアミはやめなかった。すでに皆さんもご存知のはずなんでね、動画を見てる人は聞いてる何人いるか知らないですけどね。今引き草の別名って知ってる？開墾のハーブじゃなかったっけ？そう。でも実は神の恵みのハーブという呼び名もあるの。この間から思ってたんですけどね、森屋堂の創業者が残した文ですよね。アミは変わった漢方の製法を発見した。マサトから受け取ったお茶に香りが今引き刀を入れてたっていう話なんですけど、その茶を飲む前に一回講義してる時のね、机の上に例の黒い女ですよね、アミの姿を一回見てるんですよね。アミの心は壊れてしまった。あれ何なんでしょうね。そしてアミは自分の足を鎖でつないで調合室にこもりきりになった。まあパッと見僕には机の木の節目に見えましたけどね。着いたわ。いらんこと言う間に着きましたね。はい、これ。あ、この時懐中電灯渡されたんだ、忘れてたよ。このゲームを象徴するシーンですよね、ここは。ちょっと顔に見えるんですよね窓とドアがね。これも多分前回言ったと思うけど、昼間に見てたら結構いい感じだなと思って見てたかもしれないですね、昭和初期の雰囲気ってね。これも言ったと思いますけど、私太ってるんで多分床板踏み抜いてますね。誰かに見られている。ホラーゲームとかだったら家が見てたりしますよね。誰もいないんですか？どうしたの？落ち着いて。全くだ。同じことを言った気がする。これもちょっとびっくりした。主人公がプレイヤーを驚かしちゃいけんよ。誰もいないわよ。一緒に驚く役だろう。月が綺麗ですね。どこから調べようか。一番奥まで行ってみましょう。雨。今さっき月が綺麗ですね。さっきまで月明かりが出ていたのに。なんだい。何を象徴してるんでしょうね、あの家紋みたいなやつは。今引きそうにも見えないし、おかしいね。テーブルに埃が積もってないなんてね。どっちかですよね。うん、よし、一階から調べよう。ん？ここに入ってみよう。おっと、これは応接室っぽいですね。いい雰囲気だな。この扉なんだろう。
隠し扉。すすあたりいなかったのかな。あんま明るさ変わらん気がするけど。ここで確か熱くない追っかけられるんですよね。バカな。やめてくれよ。これでできるかもしれない。死者を生き返らせる今引き刀が。頑張れ。セーフ。お姉ちゃんおらんで。マナミ、いなくなったから心配したよ。どうかした？どうかした？この屋敷に京介さんがいる。なうれ。ここにおるとしたらだよ。まさか本当にここにいるの？でも京介さんがいるのに。うん、なんか自分がおるのに他の男の話をされるのってすごく嫌ですよね。その話は後にしよう。悪い知らせがあるんだ。大壺を見つけたんだけど火は焚かれていなかったんだ。もしかしたら他にも釜があるのかもしれない。分かった、先に見つけましょう。電車に戻ってくれてよかった。書斎っぽいですね。おい、マナミ。あ、ごめんなさい。うん、京介のことがどうしても頭から剥がれんのですな。よっぽどご執心のようだ。まあ自分のせいで死んだようなもんじゃしの。よし、地下室を探そう。ん？どうしたの？ごめんなさい、マナミ。ヒロキ君、本当にごめんなさい。だから何？私、京介さんを探しに行く。これでもう動かせないんですよね。それを選ぶしかないよね。それにどうしてもって言うけど。死んだ人のことを忘れないのと、死んだ人のことをいつまでも引きずるのは別だよ。その通りじゃ。僕も付き合うよ。ばらけたら。どこを探すの？片方ずつやられるに決まっとるけやな。とにかく二人が無事で帰ることが重要ですからね。そうそう、なんで表に出てない情報とかまで知ってる感じでしたよね。
覗き穴、まるで鉄格子だな。けど階段ですね。古い家にありそうな急な階段ですね。これはそうそう、そうだ、ケンゴの写真に。すみません、誰もいないと思ったので。一緒に来た友達を探したらすぐに帰ります。諦めろ、もう連れの女性は助からん。もうここに何人も来たよ。今引き刀を飲んで呪われた女性がな。あれの、あなたは誰なんですか？私は阿弥様の下で働いていた使用人だよ。君が探している女性は阿弥様に選ばれた。阿弥様は肉体を持たない、うん、だから自分の代わりに今引き刀の製造を続けてくれる人間が必要だ。このじっちゃんも名護ないのか。そうして阿弥様の思いは絶えることなく続いていくのだ。物理的に燃えとる釜じゃなかったってことですよね。だけどどうして彼女が選ばれたんですか？その女性は愛する人を亡くしていながら未だに思い続けているのではないか。そんな女性と阿弥様は惹かれ合うのだ。同じ境遇といえば同じ境遇だもんな。かわいそうだが運命だと思って。調合室の場所を教えてください。仮にその女性をここから連れ出したとしても結果は同じだ。結果は同じでもね。こうも考えられる。ここに残れば阿弥様の手足となって生きていけるのだ。呪い死ぬよりかはいいのではないか。教えてくれないのなら自分で探します。なぜ？呪いからは逃れられないのに。ここで一生アミの手足となるなんて、マナミが喜ぶわけない。その通りじゃの。彼女をアミのものになんかさせない。ここから逃げ出してその後どうするかはまたその時考えればいい。いやしき、しかしアミ様に選ばれた女性を助けに来たのは君が初めてなものでね。お、考えてもみたまえ、自分の恋人ならまだしも死んだものを慕っている女性ではないか。うん、そんな女性を助けて何になる。君は実に変わっている。君、名前は？牧村ひろきです。そうか、阿弥様の呪いを解く方法が一つだけある。本当ですか？少し会話の流れが違いましたね、前回と。その女性を屋敷から助け出せれば教えてやろう。ありがとうございます。調合室の入り口は中庭から行ける。大広間の扉から行くのが近い。早く行ってやりなさい。
ここのやつを使って今引き刀を作ってたんだろうな。いたね。学び。うん。早く逃げよう。なんと。学び、しっかりしてくれ。しっかりしてくれ。お願いだ。目を覚ましてくれ。ああ、ここがあれだって言ったな。ここで俺 B 選んだからバッドエンドに進んだんでしたね。マナミ、京介だって生きてほしいと思うはずだよ。その通りじゃの。なんとかね。そう、あの時は京介が助けたけど、今は自分しかいないからね。こんなところで終わるなんて絶対に嫌だ。ずっと言えなかったことがあるんだ。初めて会った時から僕はずっと真奈美のことが。ん？なんじゃ？ダメだ、離せ。目を合わせちゃいけない。そうか、マサトのやつもこんな状況だったんだ。これまでか。そうか。あなたは誰？僕は牧村ひろきだ。お前の夫じゃない。素晴らしい。チャンス。なんだ、掴まれた。そうじゃろう。
ナミ。京介はもういないんだ。でも僕が守る。頑張れ。絶対に守ってみせる。おお、すごいな。もう少しだ。頑張れ。何？嘘。追いつかれたか。くそ！アミ様。じいちゃん。え、マジか？そうやって旦那様のためにずっと今引き塔を作り続けるのですね。どうしてあなたは私を呪ってくれないのですか。あなたを手にかけた私を。なるほど、そういうことか。屋敷さえ燃やしてしまえば、呪われたこの屋敷さえ。悲しい話やの。アミ様、え、実体がある？やばいの。古い家じゃけ。そうじゃろうね。やばいぜ。ああ、捕まったんか。どうしてもそんな気持ちだったのかな。トラックに轢かれた時。ひろきくん、どうして。僕はいいから早く逃げろ。置いていけないよ。何言ってるんだ、早くしろ。まさか。
ジか。顔だけはあれなんだ。お願いだ、逃げてくれ。マナミ、早く。嫌なの、一人だけ助かるのはもう嫌なの。おお、マナミ、選べんかった。あら、もしかして選べるかというのを走行していい感じに話が進もうとしてる。車のとこまで走ればいいんじゃないかな。ああ、ああ戻ってるじゃん。よかった。ちょっと話聞いて。ものすごい経験だったな。私怒ってるんだよ。え、激怒ですか。ひろきくん、自分を犠牲にして私を逃がそうとしたでしょ。あの時私がどんな気持ちになったと思うの。うん、ああそうじゃね。ごめん。私内緒にしてたことがあるんだ。あの屋敷ね、京介さんの別荘だったの。マジで。だから屋敷にあった資料で亜美のことも知ってたの。へえ。今度ちゃんと話すから。屋敷燃えてなくなっちゃったね。そうだね。死んだ人のことを忘れないのと、死んだ人のことをいつまでも引きずるのは私も別だと思う。頭ではずっと分かっていたけど、心ではそれを認めることができなかったの。そうだね。私ね、ずっときっかけを探していたんだと思う。きっかけ？声聞こえたよ。亜美に体を奪われたけど、ひろきくんの声で意識を取り戻したの。おう、嬉しかった。ありがとう。私に言えなかったことの続きちゃんと聞かせてくれる？ヒューヒュー。もちろん。ひろきの全身初めて見たけど、意外と足短いな。いや、ほんま生きて帰ってよかったよ。命を落としてしまったサークルの友人たちには申し訳ないけど。そうか、休みたいのもあるけど、やけどの治療をせんとね。うわっ、え、なに。うそ、え、まなみ、嘘だろ。
メだ。嘘だろ。そんな。そんなオチ？おなじみのチュンソフトさんですね。お世話になっておりますね。あ、やっぱカンエンドだ。そうか、これが1本目のラスト。そういうことか。なんかさっきのスタッフロールの間で出てきたシーンとか知らないシーンがたくさんありましたんでね、まだまだ話はいろいろあると思います。で、この続きなんですけど、一旦この PS3 版の配信についてはこれで終了させていただきます。で、後日ですね、また別のタイミングで Wii の方で、Nintendo Wii の方で販売された解明編ですね、そちらの方を進めていこうと思います。いくつかの追加シナリオがあって、で1本目はとかは基本的に同じなんですね。で、追加シナリオが確か2本だったかな、あるっていう話なんで、そちらの方でちょっとお話を進めていこうと思いますよ。それではね、一旦この、今引き草配信これで終了させていただきます。またね、別のゲームの実況とかでやっていきますので、チャンネル登録等々していただいて、どうかお見逃しのないようによろしくお願いいたします。それでは今回の配信はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。